ねえ、ねえってば、待ちなさ、待てって言ってるでしょうが、こら！さっきから呼んでるでしょ？何無視してくれてんのよ。ほんと、いっつもぼーっとしてるわね、あんた。ふぅ、まあいいわ。時間ある？あるでしょ。あるわよね。じゃあいいわ。ついてきなさい。って、何よその目。いいから来なさいよ。はい、これ。何よ。私の買ったジュースが受け取れないってわけ？早く受け取りなさいよ。持ってるだけで手疲れるんだからさ。確か今日だったわよね。あんたと初めて会ったのってさ。別に私だって好きで覚えてたわけじゃないわよ。気持ち悪いやつに会ったから、いやいや覚えてたの。そこからストーカーみたいにつきまとってさ。レジェンド・オブ・アストルムの中でも出会うとか思わなかったわよ。ほんと。まあでも、世話になってないってわけでもないかな。的なとこはあったわけじゃない。ママへの愚痴とかそういうのは、あんたが勝手に盗み聞きしてただけなんだけど。だから、そのジュースは、お礼っていうか、そう、借りを返したの。え？ファミレスに行こう？って、これから？いや、あたしお金そんなにないし。って、あんたが払うっていうの？また？あんた、なんでそんなにお金出したがるの？貢ぐのが好きとか、そういう趣味なわけ？さすがにちょっと引くんだけど。は？何よ俺って。私と出会って楽しかったから。何気持ち悪いこと言ってんのよ。でもまあそこまで言うなら仕方がないわね。付き合ってやるわよ。一人でご飯食べるのって寂しいもんね。って何でもないわよ。あんたが寂しそうだから仕方なく付き合ってあげるって言ってんの。だからこれで貸し借りなしね。っていうかむしろ私がわざわざ時間作ってやったんだから貸しができたんじゃない。そういうわけだからこれからもせいぜい楽しませてもらうわよ。私を退屈させたら承知しないんだからね。